ゴートもボンもかっこよかったです。翔くんのヘアモデルの話思わず笑った。ミナンナを楽しませようってゴートやぎそして、ウィズエム USIC 初披露のボン楽幼樹。最近のエンターテイメント業界では、観客とアーティストの距離がますます近づき、そのつながりが深まっています。ライブパフォーマンスやテレビ出演は、単なるショーではなく、観客にとって忘れられない思い出となり、 アーティストにとってもファンとの絆を強める重要な機会となります。例えば、最近行われたウィズミュージックのライブでは、抽選で当選した幸運な観客が、目の前でアーティストのパフォーマンスを楽しむことができました。これは一生に一度の経験であり、その場の感動は言葉では表現しきれないほど特別なものでした。家訓が観客に見せたのは、ただの写真ではなく、 その瞬間の感情とつながる特別な体験でした。彼は病院に行くとき、通常は犬の写真を見せることが多いですが、今回のライブでは人と被らないようにするために、あえて犬の写真を見せたというユーモラスな一面も見せました。騎士んの髪型はまさに120点で、彼の外見は観客を魅了しました。さらに、ジンくんの革ジャン姿はセクシーでダンディーな印象を与え、観客を引きつけました。 このようなパフォーマンスの裏側には、アーティストたちの努力と工夫が詰まっています。例えば、うどうさんは MC として、アーティストたちの魅力を引き出し、観客とのコミュニケーションを円滑に進めました。彼も髪を染めて新しいスタイルに挑戦し、その結果は非常に好評でした。また、うどうさんが髪を染めた理由について突っ込まれる場面もあり、そのユーモアは観客を笑わせました。 ハンドマイクを使ったパフォーマンスからピンマイクに切り替えてのダンスパフォーマンスまでアーティストたちは細部にまでこだわりその結果非常にキレのあるダンスを披露しました特に印象的だったのはうどうさんが前回のパフォーマンスを見て本当に好きになりそうといった場面です彼の言葉にはアーティストたちの努力が伝わりその結果としてファンとの絆が深まる瞬間が描かれていました観客の中には 男性ファンも多く見られ、その中でも特に目立っていたのは40代から50代の男性でした。彼らはパフォーマンス中に髪をいじるなど見た目を気にする様子が見られ、これはアーティストたちが幅広い年齢層に影響を与えている証拠でもあります。また、今回のパフォーマンスでは、花くんの髪色がセンターパートで非常に似合っており、その見た目が観客の目を引きました。 キシ君の覇王感は非常に強く、彼の存在感がステージ全体を引き締めました。さらに、サンリンの美人ぶりは際立っており、全体のパフォーマンスをより魅力的なものにしました。海外のファンにもアピールするために、コーチェラの話題も取り上げられました。コーチェラでのパフォーマンスは、アーティストたちのビジュアル面でも非常に印象的であり、特にレザーの衣装が注目されました。 この衣装はボンの時に着ていたブランドと同じものであり、その統一感がパフォーマンス全体を引き立てました。特に、ジャクソンとのコラボレーションは大きな話題となりました。アメリカの iTunes トップ10に入ることができたこのコラボは、世界的な成功を収め、アーティストたちの実力を証明しました。番組内では、コーチェラについての話が盛り上がり、うどうさんが宇多田ヒカルさんが出演した回についても触れ、 その知識の深さが伺えました。また、アーティストたちのコメントも非常に興味深いものでした。最年少メンバーの神宮寺くんは、今もこれからもずっとゴートで居続けると強調し、その決意と情熱が伝わりました。リーダーとしての岸くんも120点と言い,い、その評価に対して自分に厳しい姿勢を見せました。彼らの発言からは、完璧なパフォーマンスを追求する姿勢と、 メンバーへの思いやりが感じられました。そして、コーチェラでのパフォーマンスの映像が番組内で流れたことも大きな話題となりました。特に、天気ファレスと英語で観客を煽る姿は、アメリカの観客に対しても強い印象を与えました。会場を盛り上げるその姿勢は、まさにプロフェッショナルの証でした。全体を通じて、今回のライブイベントやテレビ出演は、 アーティストたちの魅力を最大限に引き出し、観客との特別な絆を深めるものとなりました。彼らの努力と工夫が詰まったパフォーマンスは、観客にとって忘れられない思い出となり、アーティストにとってもファンとの絆を強める貴重な機会となりました。これからも彼らの活躍に期待し、その魅力を追いかけ続けたいと思います。さて、ここで一つ考えてみてください。 アーティストとファンの関係はどのように変わっていくのでしょうか技術の進化や新しいメディアの登場により、この関係はさらに深まり、より多くの人々に感動を与えることができるのでしょうかまた、私たち自身がアーティストを支え、その成功を共に喜ぶことができる方法は、どのように進化していくのでしょうかこの問いを胸に、今後のエンターテイメント業界の未来を楽しみにしています。 アーティストとファンの関係は時代とともに進化し続けています。これまでは一方的にアーティストのパフォーマンスを鑑賞するだけの関係が主流でしたが、現代では SNS やライブストリーミング、バーチャルイベントなどを通じて、より双方向的なコミュニケーションが可能になっています。ファンはリアルタイムでアーティストにメッセージを送ったり、フィードバックを伝えたりすることができ、その結果、 アーティストもファンの声を直接聞くことができます。例えば、最近のライブストリーミングイベントでは、観客がリアルタイムでコメントを投稿し、アーティストがその場で反応するシーンが見られます。これにより、ファンはまるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができ、アーティストもファンとの絆を深めることができます。このような技術の進化は、今後もさらに進化し、 よりインタラクティブでパーソナライズされたエンターテイメント体験を提供することが期待されています。また、バーチャルリアリティ、VR や拡張現実、AR の技術もアーティストとファンの関係を劇的に変える可能性を秘めています。VR を使ったライブイベントでは、ファンが仮想空間内でアーティストのパフォーマンスを360度の視点で楽しむことができ、まるでその場にいるかのような体験を提供します。 さらに AR を使ったパフォーマンスでは現実世界と仮想世界が融合しファンは自宅にいながらにして驚くべき視覚効果を楽しむことができますこうした技術の進化によりアーティストとファンの距離はますます縮まりより親密で特別な関係が築かれることでしょうファンは単なる観客ではなくアーティストの創作活動を支える重要なパートナーとなり アーティストもファンの期待に応えるためにさらなる努力を続けることでしょう。私たちはこのような未来を迎えるためにどのようにアーティストをサポートし共に成長していくことができるのでしょうかまず一つ考えられるのはファンコミュニティの形成です。ファン同士が交流し情報を共有することでアーティストへの応援の輪が広がります。例えば SNS 上でのファンコミュニティや ファンクラブの活動などがその一例です。これにより、アーティストはより多くの人々に支持され、ファンも共に応援する仲間との絆を深めることができます。